どうも皆さん歴学です。本日は日本史上初の戦国大名と言われながら、あまりその知名度は高くないなと個人的に勝手に思っている。北条早雲についてご紹介したいと思います。肖像画などもハゲたおっさんで書かれていることが多いので、多分歴女の半分は全く知らないでしょう。失礼。歴学。さてそんな北条早雲さん、実は実名ではありません。本名は伊勢森時で通称は新九郎、後に失家して総帥と号します。だんだんと早雲に語呂が近づいてきますね。北条という姓を名乗るようになったのは、かつて鎌倉時代に権勢を振るった執権北条氏にあやかるためであると言われていますが、改姓したのは息子の氏綱からであって、本人は生涯伊勢で通しています。なんで変えたのかは確証は得られておりませんが、息子の中二病が発言しても親ってもんは黙って成長を見守るものでしょう。誕生は1432年説と1456年説があるのですが誰も気にしてないでしょう。有力なのは1456年生まれ1519年没と言われております。1432年生まれ説だと88歳まで生きたことになり、個人的には当時の平均寿命からしても、ちょっと現実的でない気がします。それでも1456年生まれでも十分長生きですね。さてそんな早雲の出自ですが、一介の浪人から戦国大名にのし上がった、いわゆる下克上の走りとする説が通説とされてきましたが、近年の研究では室町幕府の、万所執事を務めた伊勢氏を執事とする考えが主流です。備中国に居住した支流で、備中荏原省で生まれたと言います。つまり、浪人からの下克上を果たした人物ではなく、いいとこの坊ちゃんだったということですね。でも、いつの時代も生まれって大事ですよね。王本もそう言ってましたし。そんな早雲の父ちゃん、伊勢森貞は室町幕府で重要な役どころを務めていました。早雲自身も九代将軍足利義久の申し継ぎ衆に任命されています。申し継ぎ衆とは、将軍御所に参上した者の名や要件などを取り継いだ役で、今でいう受付嬢みたいな感じですかね。その組織の顔であり、第一印象が決まるような職です。そこら辺のチンピラおっぱっぴーには到底務まりませんでした。歴学。さて、そんな北条早雲の姉、北川殿は、駿河国、今の静岡県ら辺の守護大名である今川義忠に嫁いでいました。応仁の乱による戦乱が続く中、北川殿と今川義忠の間には竜王丸、後の今川氏親が生まれますが、1476年に今川義忠が戦死してしまいます。この時、竜王丸は6歳と言われており、幼すぎると難癖をつけて、今川氏の分家推し鹿光を擁立する動きが見られ、竜王丸派と範光派で家督争いが勃発しました。ちなみに私だったら名前がかっこいいからと理由で竜王丸を推しますね。世界の半分くれそうですし。そして、このお家騒動に堀越久保足利政友と扇ヶ谷津上杉家が介入し、それぞれの家臣である上杉正則と太田道灌が兵を率いて駿河国に出兵してきました。義満と上杉正則は血縁があり、太田道灌も義満を支持していました。関東管領の力が駿河に及ぶことを警戒した幕府は、竜王丸の叔父である早雲を派遣し、これを仲裁させようとしました。早雲は和睦に反対する方を上杉氏らは攻撃すると双方を騙して調停を行い、竜王丸が成人するまで義満を家督代行とすることで決着させました。なんたる嘘つきか。息をするように嘘をつく男。そこに痺れる憧れる。嘘800で仲裁した早雲はその後、京に戻り、奉公衆という役職をもらっています。ところが、竜王丸が15歳になり成人しても範光は家督を返そうとはしなかったため、竜王丸の母北川殿は早雲に助けを要請しました。再び駿河に舞い戻ってきた早雲、
なんと同志を集めて挙兵し、頭にくっつんきたのか、館を襲撃して範光とその弟押鹿孫五郎を殺害します。竜王丸は駿河館に入り、2年後に元服して宇治鹿を名乗り正式に今川家当主となりました。早雲は伊豆との国境に近い広告寺上玄沼津市に所領を与えられます。今川氏の家臣となり、駿河守護大の地位にあったとも考えられています。竜王丸からしてみれば自身が家督を継げるかどうかの瀬戸際で、早雲の働きはかなりのものだと思います。このくらいの出世をしても不思議ではなさそうですね。歴学。広告寺上の城主となった北条早雲に、また事件の知らせが届きます。それは、伊豆国の堀越久保足利政友の後継者争いでした。足利政友には3人の男児がいましたが、長男の茶々丸が、三男で伊保兄弟の順道寺とその母をなんと殺害しました。名前の割にかなり凶暴なやつですね。まるで EV のパッケージ詐欺のように騙された気分です。ちゃちゃ丸がなぜそんな強硬手段に出たのかは、ママ母に牢に入れられていたなど様々な説がありますが、いずれにしても何らかの理由により、家督相続ができず、嫡男の俺がなんで家督相続できねえんだという気持ちから好意に及んだと思われます。そんな家督争いになぜ早雲はまたまた首を突っ込んだかと言いますと、室町幕府11代将軍の足利義澄は足利政友の3人の息子の次男で、実は順道寺とは同福。母と兄を殺した茶々丸のことが許せなかったそうです。そんな義澄が目をつけたのが、過去に幕府官僚の経歴を持ち、茶々丸の近隣に城を持つ早雲でした。領土的野心が満々の早雲は、義澄の要請を受け、茶々丸討伐に繰り出します。早雲は、茶々丸が山内上杉氏の要請で上野国に出兵したところで、泉陸と海の2面から攻め入り、茶々丸にいともたやすく勝利しました。この戦いは、敵が留守にした隙に空き家を狙うというシンプルな作戦で伊豆国をかすめ取ったため、後にシンプルイズベストと絶賛されることになりません。また、早雲はそれまでになかった画期的な戦法で伊豆国を平定します。それは、敵の領国民や兵に向けて好条件を出して裏切るように仕向けることです。伊豆国領内に味方に参じれば本領を安堵する、参じなければ作物を荒らして住居を破壊すると考察を立て、敵の病人を看護するなど善政を施し、それまでの重い税制を廃して四公六民の租税を定め領民は歓喜し、伊豆一国は30日で平定されたと言われています。歴学。伊豆内入りを成功させた北条早雲は、韮山城に居を移していました。そんな中、新たに早雲に国取りの機会を与えたのが、扇ヶ谷津上杉氏と山内上杉氏の争いです。扇ヶ谷津家の上杉貞政は早雲に援軍を依頼し、早雲もこれに応じましたが、貞政が落馬して死去したことにより、撤兵します。武士が落馬で死ぬってダサいな、と思われるかもしれませんが、甲冑を着ていることもあり、落馬すると重力の関係で頭から落ちることが多かったそうです。その関係で結構な人数が落馬によって命を落としています。あの源頼朝も落馬で死んだという話もありますね。さて、扇ヶ谷津上杉氏の当主が死に、さらにその重臣である大森氏頼や、三浦時孝までが相次いで死去してしまいます。早雲は、この扇や上杉氏の混乱を見逃さず、さらにうまく利用しようと画策していきます。まず、大森氏の治める小田原城を脱出するため、早雲は、時代城主の大森藤頼に進物を送り、親しく歓談するように持っていきました。そうして早雲は藤頼と仲良くなっていき、ある時、鹿狩り中に鹿が小田原城内に逃げたため、瀬戸を領内に入れさせてほしいと頼みます。すっかり気を許している藤頼はこれを心よく快諾してしまいます。その夜、戦闘の牛の角に松明を灯した早雲率いる兵が小田原城へ迫り、瀬古に扮して背後の箱根山に伏せていた兵たちが時の声を上げて火を放ちます。数万の兵が攻め寄せてきたと、
怯えた小田原城は大混乱に陥り、富士よりは命からがら逃げ出して、早雲はやすやすと小田原城を手に入れたと言います。しかし、この逸話もどこまで本当なのか定かではありません。北条家がうちの先祖半端ねえだろと早雲じいさんの武勇伝を勝手に作り上げた可能性もあるそうです。また、同じ扇が八つ型の大森氏を早雲が騙し討ちした感じになっておりますが、近年の研究ではこの小田原城奪取も大森富士よりが山内上杉氏に寝返ったためのものと考えられているらしいです。さすがに領土野心のために同じ陣営の味方を攻撃はしないかなと思うので、私もこの大森氏寝返り説を推しています。小田原城を奪ってからは、北条早雲といえども勢力を拡大することが難しくなりました。対立していたはずの扇ヶ谷津上杉氏と山内上杉氏が和解したためです。また、今川氏と対立関係にある遠江守護の柴氏と山内上杉氏が連携を図ったことから、両者からの挟撃も警戒されるようになりました。両上杉氏が和解したため、相模国平定に力を入れるようになった早雲は、相模南部の三浦氏を滅ぼし、やっとこさ相模一国を平定します。早雲が亡くなると、嫡男の氏綱が姓を北条に改め、武蔵国へと領国を拡大。以後、氏康、氏政、氏直と勢力を伸ばし、五代にわたって関東に派を唱えることになります。歴学。以上で北条早雲の紹介を終わります。皆様いかがでしたでしょうか。結構想像とは違った人物だったのではないかな、と思います。歴史って蓋を開けてみると案外あっけなかったりするものですよね。それでは最後に北条早雲の名言でお別れといたします。少しでも暇があらば、物の本を見、文字のあるものを懐に入れて、常に人目を忍んでみるようにせよ。いついかなる時も、どんなに年をとっても勉学に励めという意味です。北条早雲は、亡くなる数年前まで城攻めを行うなど精力的に動いており、ほぼ生涯現役というべき人生でした。この言葉からは、北条早雲の生涯現役の考え方が反映されていると言えます。私なんて最近は文字を書かなすぎて全く漢字が出てきません。早雲のこの言葉を胸に、精一杯頑張って参りたい所存です。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をぜひ、よろしくお願いいたします。